こんにちは、ゆきち先生です。先ほど、トイックの結果最新版がアップされたので、早速結果をご報告していきたいと思います。テストを受けた直後に自分が持った感想っていうのは、このようなものでした。とにかくリスニングが、過去一難しいっていうのを何度も強調していて、最終的にわかんないままチェックした問題もありましたとか話しました。リーディングに関しては、優しいものも難しいものもありつつ、いつも通りの難易度なんじゃないかと回答をしました。で、先ほど出た結果がこちらです。トータルが880点、リスニング465点のリーディングが415点。つい最近の良かった時と比べて40点のダウンとなっておりまして、リスニングもリーディングもそうですね、いつもより良くないですね。毎日勉強を続けて知ってる単語であったり文法力が上がってる中でこうガッと下がってしまったっていうので自分の中ではやっぱりショックで今日一日すごい元気ないと思います。もう次のテストが今週末にあるんで気持ちを切り替えて勉強を頑張るとね頭では分かってるんですけど、まあ自分は全然一喜一憂するタイプなんで、今日はね、まあ普通に元気ないと思います。ただね、まあさっきから持ってるんですけど、まあ、桃があるんで、まあこの動画はね、編集してアップした後は、桃を食べて、多分すごい元気になるんで、桃美味しいですからね。で、また勉強を再開したいですね。今日はね、ちょっと英語関係の仕事をしてる方と会う予定もあるんですけど、もう絶対ね、トイックの話出るんで、すごい気が重いんですけど、こういうこととかもありながら、じわじわ点を上げて、最終的には満点を取りたいと思ってます。今週末のテストもどう感じたかとかね、報告するんで、はい、自分ぐらいのレベル感の人がどう感じたかっていうのを知りたい方はぜひ、実は今ね、内側カメラ、インカムで撮ってるんで、もうこう自分のこう、しょんぼーりした顔が映ってて、ちょっとあれなんですけど、まあ笑顔で喜び全開で結果報告がね、できる日が来るように、引き続き勉強を続けていきたいと、はい、思ってます。ではまた次回。